じゃあ、とりあえずね、先週はね、船橋の2000戦だったんで、まあ、競馬とか、無理取らず、まあ、ちょっとね、出かけてたんでございますが、足が動けば連続5日間ですね。そして11月3日もね、動画撮ってますけど、JBC 競争が行われますんで、今回の受賞はね、水曜日に入ってる感じでございます。では行きましょうか。追いけば会社の受け身です。10勝、10勝、第何回だ、第43回サンタレトロフィー S3。距離1600メートル、フルゲット16とか。去年もね、まあ、この競争いますね。ゴールドホイヤーがね、差し切り勝ちした面白いレースなんでね。まあ、どんなか、ちょっとね、聞きたいかなと思います。1番クロスケ、中原大成57。2番ゴールドホイヤー、山崎誠二58。3番マムティキング、ハルトアキラ57。4番ノーブルサタン、タッチロリジ56。5番コバナジャッキー、コンナタナイ57。6番スマイルウィン、柳高木58。7番アングライフェン、ああ、まあ、まとまなしだな。まとまふみよ57。8番マッドルーレット、モルデート55。これ初めて読んだな。9番ゴライス、あ、三日また来たんですね。お久しぶり。2ヶ月騎乗ないのか、こいつ確か。8月に出走取り消してから。そうですね、2ヶ月か、ほんと。あ、今回生から復帰してたんだ。もう本当に 2ヶ月いなかった感じか。三日本品57。10番アランバルド、坂井誠二57.5。11番サビ、安藤よち57。12番ハルネーロ、フジタリオ57。13番ファルコンピーグ、本田正樹58。14番キャッセルプトップ、中野勝馬57.5。15番名称渡し、渡上地57。16番人情三連、増山大輔57。以上5回目は16とですね。そして S3 のくせに重賞勝ち馬が、まあ、1、2、3、4、5、6とか、まあ、7とか、8とか、まあ、結構そうですね。半分が重症化します。結構面白いです。じゃあ、まずクロスケ。まあ、そうですね。クロスケはまあ南関東から、JR 系列でまあ戻ってきましたけど、まあ、やっぱりパッとしないっていうのが本音ですかね。直近オープン戦3秒1、同じく、まあ、オープン戦かな ?1 秒8。で、マイルグランプリで2秒3、トライアルで1秒3と。まあ、ちょっとね、完全に大敗しますんで、まあ、ここは無理かなと。まあ、むしろ掲示板入れれば同じって考えるべきですかね。そして2番ゴールドホイヤー。そうですね、ゴールドホイヤー自体は、前走どうだっけ、マイルグランプリか。一応、今回と同じ舞台使って、まあ、先行勝ちと。まあ、あとね、このレッスン、やっぱりこのレッスンはね、去年のサンタナトリー、まさかのね、大場の内回りの1600をね、ごぼう抜きしまくったんで、びっくりしたんですけど、まあ、その後ね、勝ち目感どうなるかなと思ったら、まあ、ちょっとこっちはね、距離なかったせいか、まあ、30が入りましたけど、まあ、ごめんなさい、30番人気で飛びましたけど、そうですね、その後、放置グランプリ、そして川崎マネットとね、まあ、きっちり来てますんで、まあ、悪くはないのかなと。そうですね、やっぱりこの舞台、つかむしろこの、去年この競争58キロで、オモババの内回りをごぼう抜き、そして前走ね、先行勝ち、悪くはないですよね。まあ先行するか、させてみるか。まあちょっとね、その辺は期待かなと思います。そして3番がマムティキング。バトルブリーさんが8がデュランダルか。おー、なるほど。あ、荒井騎手の馬なんだ。へー。そうですね、まあ重賞で見るとちょっときついですけど、前走 A2 クラス、まあ、使って、まあ今回 H で戻りと。まあそうですね、やっぱりオープン戦、まあ、まあ悪くないですけど、まあその後、その前ですかね、A2 B1、下のクラス相手に、まあ差し切れず、まあ差し切れず、まあなんとか1秒と。で、その前が、まあ3馬身圏内、だからまあ負けてはいるんですけどね、まあプラチナカップ3着、まあトライアル5馬身圏内。ちょっとやっぱりね、重賞で見るときついのかなっていうのが本音ですかね。うん、そうですね。やっぱり A2 B1、まあ一応下のクラス相手に、まあなんとか勝ってるけどって感じで、まあやっぱりオープン戦6馬身という感じなんで、まあそうですね。まあ定量戦のね、A2 の、まあそうですね、そのレースですら、まあ5馬身、ちょっとちぎられてますんで、うん、ちょっと分が悪いのかなっていう気もしますね。まあ正直なんだろう、57キロって考えてみてもね、うん、まあそんなにハンデはない感じなんで、ちょっと除外しましょうか。そして4番がノーブルサタン。カジュンダブさんが違うスペシャルウィークと。前走オープン戦、3秒1、その前追い切り3秒6、オープン戦0秒8、ブレンドカップ2秒2と。まあそうですね、オープン戦含め、まあ大敗続きと。まあ除外しちゃっていいんじゃないですかね。そして5番がコパのジャッキー。ゴールドレースさんか母の父が、コパの劇団で、リッキーの前決か。前走武蔵野オープン、4馬身圏内と。フリオサレジェンドカップ2秒6、マイルグランプリ1秒4。ジュライショー、まあ、3馬身圏内、トライアル、6馬身圏内、で、追い切りが1秒8、オープン戦接戦と。だから重賞の意味でね、ブリリアントカップ、そして、まあ、マイルグランプリか。ちょっとここはね、差し切れずの、まあ、2桁着順のありに、まあ、1秒4と、そして1秒1と、まあ、結構ね、5馬身、6馬身、7馬身ぐらいありますんで、まあ、ちょっと厳しいのかなと。まあ、三段のトロフィーはね、そもそも去年この舞台来て、差し切りで、まあ、伸びきれず5馬着なんで、まあ、そこはやっぱりね、ゴールドホイヤーとの力の違いなのかなと思いますね。うん、現状そうっすね。除外候補なんですかね。まあ、オープン戦でもやっぱり、ね、7馬身くらいがある。1800って考えてみても。まあそうっすね。トライアルで、まあ1秒2。うん、まあ本チャンで1秒4って考えてみると、やっぱりちょっとね、厳しいのかなと思いますね。除外しましょう。そして6番がスマイルウィ。スポルシーさんから違う、コマンズと。まあそうっすね。悪くはないますからね、こいつは。まだ。一応ね、スマイルウィ、まあデビューから、まあずっと船、あ、モンベスか。モンベス系で、まあ船橋でデビューしてから。まあそうですね、重賞で見ると、まあ、形成杯、重賞制覇して、マイルグランプリ前走2着、前走か2着と。で、スパンキサマバーキッチン着なんで、まあそうですね、フリオババー、そして思うとおり、まあ先行持続力で、まあなんとかって感じなんでね。まあ着差的には悪くないんですけど、これなんだ、これ何のレースだ、ハートビートトレイン。あ、JR コリンなんだ。俺トレインっていうか、なんか、形成か神経性でもなんか共産者からだと全然違ったのか。
まあそうですね、ジェリコールでも、まあ、きっちり勝ってますし、まあまあ悪くはないのかと。まあ、むしろ NBA 中のジェリコールっていうのは、格付け的には JRA から、ね、1600万、もしくは1000万クラスになるはずなんで、確か3勝クラスか2勝クラスになるはずなんですよ。まあ、賞金わかんねえ。500万。未勝利5、1000万クラスか。まあ、1000万クラスからの A 番になるんで、まあ、その辺考えてみてもね、まあ、基本的には南関東の B2B さんがね、500万クラスなんで、まあ、このね、A2B 地って交流戦、そもそもね、そんなにレース数があるわけでもないので、年間通しても。まあ、その中でね、まあ、ファルコンピーク相手に、まあ、きっちり勝ってますんで、その辺プレイ悪くないのかなと。まあ、そうですね、船橋の戦なら、そして大井の戦力もきちんじゃくという実績があるんで、まあ、悪くはないですかね。まあ、そしたら晴れたらね、こっちなんか矢野に戻したんで、その辺はちょっとやっぱりね、かわいそうですね。そして7番がアングラフェンと。まあ、去年ね、多いか、多いの1800。まあ、大箱でね、人気を吸い来るんだったら面白いんじゃないか、さっきからね、なんと12番人気で35番だと。まあ、ただね、この時はね、そうですね、ゴールドホイヤーと、まあ、あれで失敗したんでね、確か2着がマシマだよね。そうですね、リコバラサか。すいません、マシマ買えなかったけど、なぜか松崎買えたってね。まあ、その後はね、基本的に松崎乗ってたんですけど、まあ、やっぱり飛んだ影響でね、まあ、今回、タチロには戻りと。そうですね、松崎だったらね、買ってもいいのかなと思うんですけど、なんせタチロっすからね。腕的にはむしろよく前走勝ったなお前っていう感じの騎手ですからね。そうですね。まあでもなんだろうね、やっぱりまあ去年のね勝ち馬か、まあ3着5本抜き、まあ、フルババのね多いやっぱり5本抜いた実績もありますし、まあオープン戦でもねちょっと対戦あの対戦が負けしてる時もありますけど、まあ、それでもね、悪くはないと思いたいんですよね。まあどうなってくるか。ただ森が乗って8着って考えてみてもちょっとダバだったかもね、否めないんで。まあでも逆に言ったら前走57キロから、まあ、今回ね、57、まあ、58じゃなくて57キロなんで、まあ、的場が乗ってみてどうなるかっていうところはねありますからね。まあ差し切ればで、ね、正直頭はないにしろ、まあちょっと2、3着で穴で見る分にはまあやっぱりね、もう1回ぐらいはちょっとね穴で期待したいかなという感じますかね。そして8番マットルーレット。マットルーレット今年乗ってねえか。そうですね、結構多いですね。南関東でカジノタイプにしたら、まあやっぱりカジノ本店か。ありますけど。こちら、8がマハンタカメさん、A2 クラスと。前走トライアルの勝ち馬か。まあその前も A2 ビーチ、上クラス相手に、まあ逃げ切り勝ちでぶち切った感じですね。まあ JRA ホールもね、これは B2B さんか。そうですね、B2B さん、JRA が500万クラス相手に、ね、きっちり勝ってますし、まあ悪くないかと。そうですね、まあ掲示板外した、まあ2クラスにかけて、まあ1秒よ、1秒けど、まあちょっとね、そうですね、まあ完全に中段から伸びようとして、まあ伸びなかった感じなんで、まあもしかしたらバグにも割れるのが無理でも、まあっていう感じにも否めない、そうですね、可能性もありますんで、まあちょっとどんでいくか、まあでも先行力あるんでね、結構これは面白いかなと思いますね。ただ、そうですね、盛りたいとあんまり好きじゃないんで、飛ばしたいかなと思います。そして9番が、ゴライアス。サンデルシンが、なるほど、ゴールダレさんが8が金壁と。前走 NBG、まあ、上のクラスで、ごめんなさい、下のクラス的に接戦、そしてオープン戦で接戦、ドロップ賞 A2 定量戦で、まあ、5馬身か。で、その後、下のクラス相手に、まあ、接戦。もうちょっとチートしてほしいですかね。で、その前も、これは NBG だから、ただも定量戦か。そして、ごめんなさい、下のクラス戦か。まあ、なんとかって感じですかね。まあ、届け2先着と。まあ、NBG って言ったらね、大体あんまりいい馬が揃わないんで、一戦ですけど。そうですね、まあ、JR 時代もね、まあまあ、そうですね。まあ未勝利2戦目で脱出し、まあ、500万1000万1000万、まあ、オープン入りしたんですけどね、まあ、オープン入りしかちょっとね村っ気があるのか、まあそうですね、最後の3競争は、まあ、完全に2桁着順と。まあでもそうですね、57秒で、まあ、南関東来てから、まあ、悪くない競馬しますんでね、まあ、今回一応 A1 クラス。そうですね、まあ悪くはないんですけどね、まあやっぱり重賞初挑戦っていうのがね、まあ、どこまで響くかか。まあ、ただ1600の舞台で先行しますんでね、まあちょっとどうなるか、まあ期待っちゃ期待ですかね。まあこれでちょっと派手に負けるとまあやっぱり重賞戦線はきついのかなと。そして前走復活したアランバローズと。まあそうですね、前走アランバルド復活したもね、5頭立てのショートースで、まあアホみたいなレースで、まあ勝っただけですからね。まあリッカルとか飛び、一番人気の北人でも飛びって感じなんで。そうですね、5頭立てなんで、ね、やっぱりどういう競馬するかは、まあ確実にゴールさえすれば、1年間延長されているリッカルドの中で、まあそのリッカルドはやっぱり結局、その後重賞1本使ったっけ。そうですね、重賞使った結果、まあ完全に伸びきるって感じだったんで、まあやっぱりリッカルドもね、初戦オープン馬のダバって感じなんですけど、まあその中でね、アランバルド、まあ初戦、そうですね、全日本だっけ、どこだ、ダビか、東京ダビ勝っていこう。やっぱりちょっとね、中津バズが続いたんで、オーバースプリント3着もあるけど、まあ JBC 失敗、ゴールドカップ失敗、スパキナカップ失敗と。そうですね、やっぱり重賞戦線がきついんで、まあ今回、そうですね、まあ2ヶ月ぶりの重賞でどうなってくるか。ただこのレースプリミでもまあ逃げて、東京ダビー勝っていこうね。まあやっぱりオーバースプリント、まあジェイコール3着はいいんですけど、まあ7馬身と。で、その後ダメなんで、まあ今回逃げてみてどうなるか。なんかガス欠しそうな夢が見えるんでね、正直、まあ3着候補で、まあ勝ったらごめんなさいって感じますかね。そして11番がサビ。こちらが、スリート戦さんか半地が。あ、ゴドルフィンがあるか、自給車か。そうですね、自給車ですね。スリートさんが半地があるかセットと。まあそうですね、もうちょっとね、まとめなくしろにしたら、まあ違うのかなっていう感じの、まあ正義ですけど、藤野ゆきんが6名ですと。そして、大阪とオプチも1秒2、3馬身、2、3馬身と。そうですね、やっぱり、なんだろうな、トータルで見ると、まあそうですね、着差的には2秒以上と。
って感じなんでね。まあそうですね。ローテーション的にはまあ5月使って、まあ9月使ってなんで、まあちょっとここはね、ローテーションまあ11月の空いてるんで、まあ悪かないローテーションですけど。そうですね。やっぱりオープン戦でね、まあ6着、まあ3、まあ、馬身ぐらいでまだですけど、ただ1秒にもあるんでね、うん、ちょっとその辺は厳しいのかなっていう感じですかね。まあ1600円の不良馬場なんで、まあ逃げて30、まあ不良馬場でね、飛ばされてたら完全に凡退なんでね、うん、ちょっと厳しいのかなと。まあ除外しましょうか。でそして12番が、ハルディンデと。段角さん勝ちが3000円ですね、1番か。なるほど、これ機種不変更か。誰あんちょ。あ、増えたりようか。そうですね、もうオープン戦、まあ、5馬身、マイルグランプリ、ぶっちぎられ、フジャビクマジックと。まあ、サンタルでもね、去年、まあ、一応、トライ、これ本調か。来てたんだ、3着と。知らなかった。そうですね、ゴールドホイヤーの、そうですね、5分の1ぐらいしか俺記憶にねえんだよな。確か、去年のサンタントルで俺勝ってるはずなんだよ。あ、そうか、去年のデータからもうデータねえんだ。俺、年明けちょっとデータ更新しちゃうんで。ちょっと申し訳ですけど。どうでしょうね。多分勝ってると思うんだよな。まあそうですね。その中で、まあ3着なんで、まあ悪かないかなと。ただそうですね。やっぱり直近3走か。まあ2秒4、2秒3と。うん、ちょっとひどい負け方してるんでね、正直除外かな。SC13 番がファルコンビーク。まあそうですね。ファルコンビークでもね、ある程度中距離新鮮で、まあ走りますけど、まあちょっと重症的に言うとどうなのかなって感じですかね。一応3歳の時に、まあそうですね、優秀スプリット、まあ、県外から、まあ、距離長かった戦から優秀スプリットって言って、その後もね、まあ、戦力とかの、まあ、ランクあたりで使って、川崎マイルズ去年3着と。で、今年も、JR コール相手に2着、そしてスパキマイルチャレンジ、まあ、トライアル、行って、まあ、川崎マイルズ受賞せよと。まあ、悪くはないんですよね。で、オープン戦勝って、ただスパキサマカップ、まあ、同じ舞台のレースで、まあ、ちょっと両方がね、まあ、伸びきれずと。で、前走オープン戦も、2番手で振れば、まあ、伸びきれず。まあ、一応、そうですね、まあ、理想か。ちょっと先行でね、伸びてませんので。まあ、スマートバルコンなんでね、確かに1600までだったらどうにかなるとは思うんですけど、ちょっとやっぱりここで飛ぶようだったらね、厳しいのかなっていう感じですかね。一応先行してみてっていう感じの58キロですね。そして14番がキャッスルトップ。これもしかしてダービー馬か。ああ、そうですね。去年の無駄なダービー馬か。去年ね、ジャパンダービー逃げて、大投げた割には、そうですね。まあ、戸塚記念、まあ、6着。まあ、5馬身圏内。そしてダービーグランプリ遠征し、まあ、5着7馬身圏内。で、東京大賞典306。で、中山のアメリカジョッキーカップか。G2 遠征し、6秒2。そして前走ね、放置グランプリ。まあ、2月。まあ、船橋戻し、まあ、2秒6と。ってことは、こいつ、脳犬使わせられてんな。脳犬は、キャッスルトップの脳犬。前走10月の脳犬使ってるのか。11です。馬体重が456キロなんで、プラス4キロか。ゴールタイム930で、57秒3か。57秒3は早いのか。ああ、ちょ、弁天小僧にも先着してるのか。あ、そうか、むしろ弁天小僧まだいたんだ。あいつ、岩手帰ってないんだ。俺、てっきり岩手帰ったのかなと思ってたんですけど、結局岩手まで走んなかったらびっくりしたんですけど。いたんだ。まあ、そして57秒3。まあ、悪くはない感じか。一応、距離が930か。そうですね。まあ、逆に言うと、まあ、6歳の子たちですら、1分かかってるレースで57秒ですからね。まあまあ、悪くはないタイムだけじゃないか。一応、そうですね。この日の、そうですね。まあ、930とトップタイムか。なるほど。悪くないですね。そして、ただ930見ても57秒。やっぱり、結構いいタイム出してますね。まあ6秒いいのか、フリップ。59、50、あの、57秒いいのか。ああ、まあレベル4か。まあレベル4も、あら、レベル3か。なるほど、57秒4。まあだからまあ悪くはないタイムは、ちょっと叩き出してますけど、まあちょっとそれがね、本チャンレベルかって言った場合、ちょっとね、未知数なんで、うん、ちょっと厳しいのかなっていう感じもしますけど。まあ特にでもやっぱりそうですね、一級戦相手の、まあ東京大賞典、そして無駄に芝行ったりとね、まあちょっと実践に行かせるけど、GM ね、何考えてるか分かんない状況のレースがついてるんで、正直なんだろうね、バンブエル参考自体もね、そんなにないし、まあ母チームレトップ感悪くないですけどね。まあ今回距離短縮、まあ1600になるんでね、JR コール勝ってダービー勝ったりするんですけど、まあ57.5すからね、まあだから逆に言うと、まあ、ゴールドホイヤー、そして、まあ、アランバーズ、アランバーズと変わらず、ファルコンビクトゴールドホイヤーから、まあ 500g しか変わらないんで、500g だったらね、大したハンデはなんで、正直除外っすかね。多分無理だと思います。で、15番が名称技し、あ、一応、松本の沼なんだ。アイルバネスの感じが漫画高くて H クラス、1100戦、まあ、1100戦か。結構賞金かかんない感じですね。マイルグランペトロールで、まあ、移籍挑戦が6馬身圏内と。で、その後、金沢遠征し、4馬身圏内。笠松で5馬身ちぎって、前日とか、坂で5馬身ちぎられ、前日ゴロソファー、まあ、3馬身圏内の、名古屋と。その勝ち馬誰？
あ、ベストマッチョか。なるほど、本当。ベストマッチョと前田先生ですかね。こっちは。ウィンユニファイドっていう愛知のか。ああ、なんか確か言ってたね。10歳馬が重賞勝ったって話題になったわ。そうですね。なるほど。で、ちなみに笠松、いや、ごめんなさい、金沢か。金沢の、勝ち馬は。花房って知らねえな。園田なのか。あ、現状まだ園田にいるんだ。ナイト・オブ・サンダー。面白いけどですね。一応前走兵庫ゴールドカップも飛んでる感じか。悪くないですね。で、テルベリオン、まあ、多いのもなんで、まあまあ、しょうがないかなと。まあ、そうですね。ただまあ、やっぱり南関東の1級戦相手だと、まだね、喧嘩しないんで、そこがちょっとなんていうか、まあ、57、56キロから、今回負担重量57キロと。そうですね。やっぱり南関東から、まあ、遠征行為でね、負担重量が、まあ、マイナス13。そうですね。このローテーションで13、ちょっと減りましたね。で、その後、プラス5、マイナス2キロと。まあ、そうですね。正直3着候補かな。多分勝ち負けは多分通用しないと思うんですよ。このメンツ相手で喧嘩だと。で、最後16番が、臨場チャネルと。まあ、臨場チャネルじゃね、同栄三冠馬で、まあ、戻ってきて、モンテルソンが勝って大切ですと。やっぱり重賞とね、ちょっと勝ちきれないんで、まあ、どうなるかなって感じなんですけど、一応、スパキソンカップ、4馬身。マイルグランプリ8馬身、フジテレビ系7馬身と。まあ、金牌も、9馬身ぐらいと。やっぱりね、重賞で勝てないのか、っていう感じですかね。一応去年ただね、ホーチグランプリ、そうですね、2着取った割には、っていう感じなんでね、ブリエンダカップ。まあ、悪くないんでね。それから取っていくか。まあ、一応、そうですね、こいつ自身も、まあ、結構のね、年になりますんで、まあ、そこがどうなるかかなっていう考えありますからね。まあ、ただ1600っていう舞台で見ればね、こいつ自身が1800、まあ、もしはそれ以上でね、レースで混走してるんで、そうですね、まあ、勝ちから的には一応2000、そして1603勝、1600勝なんで、まあ、やっぱりね、まあ、2002勝、そして1603勝なんかな、まあ、距離短縮ってみても、まあ、先行力はね、この馬自身がありますんで、まあ、そうですね、先行力もあるし、差し力もあると。まあ、前走やっぱりフルフォーの多い差し切ってるなっていうのはやっぱり面白いんでね、まあ、その辺も期待かなと。まあ、むしろ、マシマがね、ここ乗ってきたって考えてみるには、まあ、悪くないですかね。以上、差し馬の、16頭と。っていう感じで、まあ、そうですね、絞り込んだ結果、2番ゴールドホイヤーが、センサシ、6番、スマイルウィが逃げ、7番アングライフェンが、差し切り追い込み、で2、3着で、8番マッドルーレットが、先行飛ばし、9番、ゴライアス先行、10番アランバローズ逃げて3着固定、13番の、ファルコンビークが先行、15番が、名称が確か、まあ、3着固定で16番が、まあ、サシと、まあ、センサシか以上1、2、3、4、5、6、7、9頭 か、 だから半分が除外ですね。じゃあ印は行きましょうか。まずホームレバスね、まあ、ここはやっぱり妥当に、まあ、マットルーレット飛ばして、そしてそうですね、まあ、スマイルウィンもまあ、ちょっとね、今回どうなるか。まあ、楽しみなのますけどね、こっちも。オズ的にはね、結構オズ、人気的にはなりそうなんでね。まあ、悪くはないですけど、ちょっとね、今年、まあ、てか今月か、今月、先月を、まあ、ちょっとね、本命馬が意外と3勝ぐらいしちゃってますんで、ちょっとね、スマイルウィンも、飛ばしてみて、まあ、どうなるかなっていう感じですかね。あとは特に嫌いな騎手は、まあ、ハリタのね、マムティキングなんかは別に多分、まあ、俺が飛ばさなくても飛びそうな馬だと思いますんで、まあ、問題ないかなと。そうですね、なんか、三河本は、まあ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 、まあ、別に問題ないから、ゴライアスもそこまでね、勝てるって、100%勝てるっていう感じの馬ではございませんので、まあ、1位向けてくれたらいかなぐらいの馬なんで。そうですね。じゃあ2番でいきましょうか。まあ、普通に2番でここはね、妥当にゴールドホイヤスかね。まあ、やっぱり、去年のこの舞台、フルフォーでね、まあ、あんだけの面白い追い込み勝ち。そしてね、このマジシンもね、まあ、悪くないし。まあ、そうですね、山崎時代ね、今年、差し切りの重賞勝ちがね、結構多いんで、差し切り、まあ、逃げ切りではないんですよね。そうですね、翌日森岡来てくれただけでかわいそうですよ。ちなみに、これも、はあ、ビンゴですね、呼び出しからったのか。あれ、ロードプレートって、あ、そうか、これ確か、つい最近 GR から移籍してたのか。なんかそうです、坂井秀樹の面白いロードが入ってたんで、あ、馬に叱ってんねえのかな、やっぱり変わってなかったんで、まあ、借り出しからった感じですね。まあ、悪くないんですよね。今年あと漫画で、ね、重賞、そうですね、構想してるし、まあ、ゴールドには勝ってるし、悪くはないですよね、やっぱり。そうですね、まあまあ、ここは期待していいのかなと。そして3番手が、そう、3番手悩むんですよね。まあ、自動的に言えば、そうですね。まあ、8番、6番、潰しちゃってますんで。これさ、1個だけもんだけどさ、6、2、8で買ってみると何なんだよな。俺の誕生日券6、2、8なんですよね。奇襲的にはさ、全然買えるんだよな。ちょっと待ってね。一応、6、2、8メモしとこう。まあ、そうですね。とりあえず、まあ、順当にメンツながらいけば、まあ、9番、5ラインです。もしくは、そうですね。まあ、13番、まあ、ファルコンビーかなと思いますね。まあ、ファルコンビー自体もね、まあまあ、そうですね。まあ、負けてはいますけど、まあ、川崎前だと勝ってるし。まあそうですね、そこかなと思うんですよね。まあ一応期待は、そうですね、やっぱり、まあできなくはない馬ではないと思いますんで、まあただやっぱり、そうですね、不良馬場、やっぱりガス欠したのが、そこはちょっとね、どうなるかっていう不安感はありますんで、まあ正直キャッスル突破ね、4番手の馬かなっていう感じがしますね。
うん、そしたらまあ正直3番でもまあ臨場チャンネル、臨場チャンネルで妥当かなと思いますね。というわけで、水晶盤8番、6番、2番、16番、13番ですね。じゃあ3連単いきましょうか。3連単。そうですね。まあ、2番、6番。8番。問題はゴライアスか。ただゴライアス、東京の1100は経験しないのか。まあ、一応ゴライアスは頭に入れとくか、ゴールダレさんかもしれんで。2、6、8、9。13番、16番。一応、6と頭で、2着に、2、6、7、8、9、13、16入れて、3着が2、6、7、8、9、10、13、15、16っていう。3連単、6点、7点、9点ですね。まあ、解明できるのはちょっと、まあ、軸が多くなっちゃってますんで。そして、2、4、6、はい、2、嘘だった。2、4、6、7点かける、6点、42かける6なんで。まあ、432点か。まあ、4万、約4000円。ちょっと厳しいのかなという感じはしますけど。そして、今回はちょっと、頭数が多いし。ちょっとね、時間が時間なんで。ちょっとごめんなさいね。今回推奨図ちょっと出せないんで、申し訳ないんですけど。まあ、ただね、そして、こちらも豪華メンバー来てますんで、まあ、悪くはないのかなという感じですかね。ではね、ちょっとこの後、ちょっと、そしてもう、なんていうか、4時近いんで、ちょっと出かけてる時間ですんで、終わりにしたいかなと思います。ではまた次回の動画で一緒にしてありがとうございました。